皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。俳優の草薙剛さんが8月18日放送のバラエティ番組、アメトークに初出演することが明らかになりました。今回、草薙さんが出演するのはジーンズ大好き芸人の会。出演者は草薙さんの他に、剣道小林さん、南川さん、四千頭身鈴木ひろきさん、野生爆弾クッキーさん、二分の五大川智秀さん、狩野英孝さんというメンバー。数々のヴィンテージジーンズを所有することで知られる草薙さんだけあって、トークも白熱。収録はもう済んでいるようで、新しい地図のホームページでは、草薙も自身の自慢の一品を持参、熱いトークはとどまることを知りませんでしたと、その様子を伝えています。草薙さんがテレ朝のバラエティ番組に出演するのは、2018年3月末レギュラー番組だったブッスマの終了以来となります。今回なぜ4年ぶりにテレ朝解禁となったのか、その理由について芸能関係者は、香取さんが地ならしをしてくれたことが今回の出演につながったと分析します。香取慎吾さんの地ならしとは、昨年8月12日に同局系昼の情報番組大下陽子ワイドスクランブルに生出演し、大下アナとの共演を果たしたことのようです。大下アナと香取さんといえば、16年間も続いたスマステーションでタッグを組んだ中、その時も4年ぶりの共演ということで感慨深いものがあり注目されました。大下さんは今やテレ朝の幹部です。香取さんと大下さんの絆は強い。テレ朝サイドとしてはこの共演を雪解けという位置づけにしていた。新しい地図メンバーの出演に関してはタイミングだけだったんです。前出関係者。今回、アメトークに草薙さんが出演するのは、8月19日公開の出演映画、サバ缶の PR の一環でもあるようです。放送時間が19日にまたぐので、当日に映画公開というわけですね。ちなみに、8月18日は中居くんの誕生日です。中居くんにとっても、何より嬉しいプレゼントになりそうですね。今回は、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。